BGM もあれですね、聞いてほしくて大きくしすぎてしまったかもしれない。まだちっちゃいかな、どうですか、大丈夫かな。あ、そう、そして1220人の方にね、朝でもう1210人でやったって言ってたら1220人に増えててめちゃめちゃ嬉しいです。もうありがとうございます。まだちっちゃそうかな、ちっちゃい、困ったな。これぐらい？あ、聞こえました。聞こえました。よかったよかった。はい、ということで、すいません、お待たせいたしました。この、大丈夫かな？まだちょっとちっちゃかったりしたら、言ってください。改めまして、こんばんは。お越しいただきありがとうございます。ということで、このシンフォニックレインというゲームが、音ゲーであり、ノベルゲームでもあるので、あんまりちょっと、うまくね、コメント拾いながらできるかも怪しいところなんですけれども、なるべく、物語の方に集中していただけたらなとも思います。改めておこんばんは。お時間大丈夫であればゆっくりのんびりお過ごしください。ということで、まだ BGM 大きいか。あららら、すみません、すみません。まだこれも大きめ？もうちょっと絞る。こんぐらいかな。よし、では。あれ？待って。え？操作方法がそもそも、ちょっと待って。え？動かない。動かないなんてことがあるのか？あ、よかった、動いた。クリス、そちらは今も雨が降っていますか？バルからの手紙はいつでもそんな風に始まった。こっちは相変わらずのいい天気です。少しだけでもそっちに分けてあげたいくらいに、そんな些細な天気のことでさえクリスと遠く離れていることを思い出さずにはいられないなんて辛いことだよね。もう3年近くこんな生活が続いたんだって最近ふと思い起こしてみました。この月が終わって年が明けてあと2ヶ月もしたらやっと戻ってこられるんだよね。そのことに気づいてから
少しだけ時間が経つのが遅くなった気がします。別れてすぐも辛かったけど、こういう時間もちょっと辛いかな。そしてその日が来るのが少し怖いくらい。そんなのおかしいかな。今年の終わりもいつもみたいに一緒に過ごせたらと思うけど、発表のこともあるからまだどうなるかわからないよね。それに私の方もまだちょっとわからないんだ。ナターレ前の手紙くらいで細かいことを報告するから、クリスもお願いします。そうそう、卒業するために発表しないといけない演奏のパートナーがまだ決まってないってトルタからの手紙に書いてあったよ。私にはよくわからないけど、すごく心配してるみたいだったから、早めに決めた方がいいんじゃないかな。もう一年はさすがに待てないよ。なんだか取り留めがなくなっちゃったね。続きは次の手紙で。アリエッタ。11月27日日曜日、音量のバランス大丈夫ですかね。読み終わった手紙から視線を外し、指先に残る便箋の感触をもてあそぶ。その余韻から覚めるまでにいつもほんの少しの時間が必要だった。じっと動かずにしばらくそうしていて、それからようやく彼女からの手紙を折りたたんだ。綺麗な封筒に来た時と同じように丁寧に入れ、いつもの引き出しにしまう。一枚の紙に収まるくらいに短いアルからの手紙。それでもその手紙は重ねた時を知らせるように、今ではその引き出しのほとんどを占領しかけていた。引き出しがいっぱいになるくらいの白紙の便箋を僕に渡しながら彼女は言った。いつかその引き出しがクリスの手紙でいっぱいになった時にクリスが帰ってくるんだね。いつか彼女と約束したことを守るため、週に一度のこの習慣は今でもきちんと続いている。静かに引き出しを閉め、椅子の背もたれに体を預け、窓の外の風景と時計を確認する。6時か。夜ももうすぐそこまで迫っていた。といって劇的に祖父の風景が変わることもない。薄暗い曇る空がより一層暗くなるだけだ。窓に当たる雨の音は途絶えることなく続いている。何が6時かよ。さっさと返事出してアンサンブルしようよ。軽やかな羽で優雅に風を切りながら、フォーニが窓辺から机にふわりと降り立った。そして机から約10センチくらいのところをふわふわと漂っている。背中から生えた翼は結構せわしなく動いているけど、そのせいで浮いているようにも見えない。何から何まで不思議な存在だ。ああ、分かってるよ。週に一度のアルトの手紙のやり取りはこんな風にいつも過ぎていく。
時間にそれほど余裕がないわけではない。ただ早く返事を読みたいからとアルに言われたのを忠実に守っているだけに過ぎなかった。でも逆に彼女からの手紙がすぐに届くことはない。これから手紙を書いて明日の朝ポストに入れると2日後向こうに着く。それだけなら往復で4日なのでそんなに急ぐこともなかった。でも彼女の働くパン屋さんは僕たちの生まれ育った町でも評判のお店で、週末ともなるとわざわざ遠くから買いに来るお客さんがいるほどの盛況を見せる。まだまだ修行の身としては寝る間も惜しんで働かなくてはならないんだそうだ。アルは週の半ばに届く僕の手紙をすぐに読み、唯一お休みをもらっている金曜日のお昼にようやく返事が書けるようになる。それがここに着くのが日曜日の昼。この日は郵便局のお休みだから少しだけゆっくりとまた彼女への手紙を僕が書く。手紙にも書いてあった通り、そんなサイクルがもう3年も近く続いていた。って全然分かってないじゃない。手早く手紙を書き終え、封筒に入れてのり付けする。それからようやくフォーニの方に向き直った。やっと終わり？うん、まあ仕方ないか。恋人への手紙ならさ。半ば呆れるようにフォーニは言って、それから嬉しそうに背中の果てを羽をパタパタと揺らした。学院に行くとき持ち歩いているケースからフォルテールを取り出し、部屋の隅に設置する。じゃあ、はい。手を僕に差し伸べ、フォーニがいつものようにお願いした。言われるままにフォーニを手のひらに乗せ、フォルテールのすぐ上に置く。背中の羽はあまり役に立たず、フォーニは自分が今いる位置よりも高いところには行けないらしい。さっきのように低い場所までなら滑空してそれなりに遠くまでは行けるみたいだけど、ほとんど同じ高さの場所では少し距離のあるところへとたどり着くのは無理なようだ。それからフォルテールの前に椅子を引き寄せ、軽く和音をかき鳴らしてみる。このアパートに住む者のほとんどは僕と同じ学院に通っている生徒だった。お互いに事情は分かっているので、たとえ夜であったとしてもそれほど気を使うことなく弾くことができる。始める？うん。発声を軽く繰り返しながら羽をせわしなく動かし、フォーニも僕の方を見た。待って、名前が出ちゃう。フォルテールに触れた手に軽く力を込め、意識を最初の音へと集中させる。魔力。この楽器を演奏するために必要なもので、力の差はあれ昔は万人が持っていたという力。突如としてその力は消え去り、代わりに電気という同じくらい不可思議な力が世界へと広がっていった。フォルテールは過去に魔法が存在したというかすかな証拠だった。曲はいつものでいいね。うん。
音をイメージする。そして和音を構成する一つの音となる自分を。音楽の中にいる自分の存在を。実況を始めていきます。ということで、この作品モデルゲームなので物語に集中していただくため、ちょっとこのようなですね、いつもみたいなひょいひょいって読む感じじゃなくなってしまうんですが、しっかりコメントを拝読しておりますので、感想などぜひぜひつぶやいてください。最後の音が消え、部屋を静寂が覆った。息さえ潜め、しばらくは二人ともじっと動かない。しかしそれもすぐに雨音が塗り替えていく。セリフ飛ばしちゃった。譜面台に背をつけて、頬には目を閉じたままうっとりとため息をつく。歌う彼女もまた音楽を構成する一部となっていた。初めて会った時、頬には自分のことを音の妖精だと言っていたけど、それが嘘じゃないのは僕が一番よく知っている。その時のことは実はあまりよく覚えていない。
このアパートに引っ越してきたばかりで、いろいろ忙しかったし、この部屋に最初から住んでいた音の妖精だなんて説明をされただけで、なし崩し的に一緒にいることになってしまった。最初は幻じゃないかと疑ってみたけれど、彼女が確かにここに存在しているのは事実だった。しかし、そんなことは僕が持ってきていたフォルテールに気づいたフォーニのアンサンブルをしようという一言でどうでもよくなった。それくらいに彼女の歌は素晴らしかったし、今でもそれは変わっていない。ただ一つだけ残念なのは、彼女の姿もその声も僕以外の人間には見えないし聞こえないことだろう。天使の歌声なんていうと陳腐な表現に聞こえるかもしれない。でもそれ以外に彼女の声を表すことのできる言葉を僕は知らない。さて、最後の余韻を振り払うようにフォーニが閉じていた目を開けた。物思いにふけっていた僕も同じように意識を現実に戻し、フォルテールの鍵盤から指を離す。じゃあそろそろ寝よっかな。もうそんな時間？こんな風に続けて何曲もフォーニと音を合わせていると時間が過ぎるのが早い。それだけ集中しているせいなんだろうけど、ふと現実に戻ると疲れを感じる。だから毎日のようにフォーニとアンサンブルをしているわけじゃない。それは決まっていつも日曜日、アルへの手紙を読み返事を書き終わるとフォーニはさっきみたいに言う。早くアンサンブルしようって。手紙忘れないようにカバンに入れておくのよ。はいはい、分かってるよ。小さな体と幼い口調、そんな姿なのにフォーニはいつも僕に注意するように言った。似合ってるとは言えないけど、そんな姿が可愛らしくもあったし、そうしてあれこれと言われるのは不快でもなかった。アルの妹、もう一人の僕の幼馴染でもあるトルタを少しだけ思い出させるのもその原因だったかもしれない。よろしい、じゃあおやすみ。うん、おやすみ。そんな風にしてフォーニが消えるのにもすぐに慣れた。彼女の存在は確かに不思議ではあった。でもそれを受け入れたいという思いが心のどこかに存在していたんだろう。おかげで来たばかりの頃からずっと慣れない土地で寂しいとか孤独感に苛まれることもなかった。おやすみ。オープニングいいですよね。しとしとと水の流れる音がする。途端の薄い雲を通過していく、薄い雲を通過して届く人、ありがとう、あんまり間に合わなかった。薄い雲を通過して届く日の光はいつでも少し薄暗い。明かりをつけるために立ち上がろうとしたけど、枕の横に佇む影に気づいてその動きを止める。おはよう。この曲好き。
はよう。いつもだけど、子供みたいな寝顔ね。子供みたいじゃない寝顔なんてあるの？そう、クリスの寝顔しか見たことないから。はい、いつものお願い。もう飽きたのか、満足そうにそう言って羽をパタパタと何回かはためかせる。窓際のフォーニのお気に入りの場所へ彼女を持ち上げて移動させる。フォーニはそこに腰を下ろし、暇を持て余すように足をブラブラとさせた。今何時？9時ちょっと。もう少しして起きなかったら、なんかいたずらでもしてあげようと思ったんだけど、残念。机の上の目覚まし時計を手に取ってアラームを解除する。フォーニの無茶な起こし方に鳴らされたせいか、今ではアラームが鳴る前に自然と目が覚める。もともと睡眠時間も十分に取れているから、念のために一応スイッチを入れているだけだった。さて、とりあえず着替えようかな。あ、そうそう、手紙忘れないようにね。昨日のうちにカバンに入れてあるって。はじめましての方、お越しいただきありがとうございます。クリーム物語に浸っていただけたらと思います。フォーニは満足そうにうなずき、話が終わったことを告げるように窓の外に雨を眺めた。何？今日も雨？いつも通りね。いい天気ね。いつも通りね。手早く着替えを済ませ玄関に向かう。僕は朝食をとる習慣がなかったし、フォーニは何も食べない。だから顔を洗って着替えを済ませると、それで出かける準備は終わる。外に出てまず耳につくのは、石畳の道に落ちる雨の音だった。一旦フォーニちゃんのお声だけがちっちゃい気がして、ちょっと音のバランスを取りたいなと思うので、ちょっと汗ばになっちゃうんだ。ちょっと、あ、いや、違います。どれ、撮影しちゃった。ちょっと撮影しちゃった、あ、ちょっと待ってね。ちょっと、あ、これか。はじめまして、の方、お越しいただきありがとうございます。バーチャルジャカロップの月乃と申します。今日初めてのゲームで、操作方法がまだ分かってなくて、ボイスがマックスで、ちょっと BGM ちっちゃめにして、BGM と SE ちょっとちっちゃめにしましょう。いやー、やってしまったわ。これで、さっきのとこに来たいんだね。ボリュームレベルに行きたいんだね。あ、決定したかな。このくらいかなー。ボイスをマックスに多分して、SE こんぐらいに、の方が、多分、いいかなと思いますね。ちょっとそれで、このもんかね。よし。落ち着きました。戻りましょう。ごめんなさい。せっかくの雰囲気をね、台無しにしてしまった。これでちょっと、音の音も大きくしたら、男性気がするんだ。その音は決して大きくはなかったけど、耳の奥底に染みついていて、消えない汚れのようにいつでもその存在を主張した。雨の町。この町に来たばかりの者は決まってその言葉を思い浮かべる。そう呼ばれていた時期も確かにあって、町の名前の由来もそんなところから来ていた。でもここは今では音楽の街だった。それが
この町に住む人々の共通の認識であり、また誇りでもあるらしかった。立ち並ぶ店の過去の名残である、雨を避けるための屋根の下に入り、ようやく体にまとわりついた雨の雫を振り落とすことができる。軽く頭を振り、服についた水滴を手で払う。そんな動作をごくさりげなく行えるほどには、僕もこの町に慣れていた。一年を通して降り続ける雨に、町の住人が慣れすぎているせいか、まず傘を差している者はいない。あの手紙が彼女のもとに届き、彼女が僕に意味のある言葉を繰り返してくれるまで一週間かかる。その時間の過ごし方を無意識のうちに頭に思い描いた。慣れすぎたこの時間、慣れすぎたこの街、でもどこか違和感が拭いきれない。ここが自分の場所じゃないような不思議な気持ち。フォーニア・トルタ、そしてアルからの手紙が存在しなければ時は進まなくなるんじゃないかと、バカなことを考えたりもする。失礼。急に背後から投げかけられた見知らぬ男の声に物思いを中断して振り向く。手紙を出したいんだが。まだちょっとなんか声ちっちゃい気がするんだよな。はあ、しました。ああ、すまないね。彼は軽く礼をしてから手紙をポストに入れ、そのまま去っていった。どれくらい考えにふけっていたんだろう。トルタやフォーニにもよく言われるけど、急に考え込んでしまうのは癖らしい。あまり濡れて風邪をひいてもいけない。それ以降は何も考えないようにして学院への道を急がずに歩き始めた。10時を過ぎるぐらいにキャンパスにようやく着く。個人レッスンが始まるまであと20分はあるので、それほど急がずに第一校舎へと向かう。こんな時間に登校する生徒はまばらだが、全くいないわけでもない。朝から授業のある1年生や2年生をこの時間に見ることはさすがにないが、3年になり、個人レッスンが授業のほとんどを占めるようになると、途端に朝は遅くなる。レッスン自体は朝から行われているが、生徒たちの希望が昼以降に殺到しているため、午前中はかなり空いている。ただ、10時半から始まる2年目にさえすれば、朝起きるのにそれほど苦はない。人が多いのもあまり好きじゃなかったから、僕は好んで午前中にレッスンを入れていた。講義室が立ち並ぶ廊下を通り過ぎ、個人レッスン用の教室がある区画までは歩いて数分かかる。国内でも有数の音楽学院だけあって、その規模はかなり大きい。朝の、住んでいて少し湿った空気を吸いながら、目指す教室へと向かう。語学や和声学、そして1年生は一般教養なども習わなければならないため、
講義室のあるあたりはそれなりに人の気配もする。でもレッスン用の教室があるこのあたりは防音設備が行き届いているために本当に静かだ。もっとも昼以降になるとざわめきともつかない人の気配を感じることはできる。だけど僕はこの朝の空気が好きだった。鼓膜を圧迫するような圧縮された空気の層を耳に感じ、遠くにかすかに聞こえる雨の音を肌で感じた。失礼します。割り当てられた時間である10時半よりも15分ほど早かったから、コーテル先生はまだ来ていないみたいだ。先生はだいたい10分前に来るから、こんな風に僕の方が先についてしまうことが割とある。さて、椅子を引き、ケースから取り出したフォルテールを用意する。備え付けのフォルテールもここには置いてあるけど、やっぱり自分の楽器が一番だ。指先に意識を集中し、軽く音を鳴らす。そんな風に数分くらいフォルテールを弾いていると、背後でドアの開く音がした。おはよう。おはようございます。振り返り挨拶を返す。構わない、続けろ。いえ、もう終わりましたから。そうか、ならいい。まだ時間は少し早いな。壁にかけられた時計を振り返って、コーデル先生は僕に確認を求めた。ええ、まあ。少し話がある。見当はついているな。パートナーですか。ああ、当てがないわけじゃないだろう。それはそうなんですが。合わせる時間も必要だから、もうそんなに時間はない。まだ数ヶ月もありますよ。2ヶ月しかないんだ。数ヶ月とは普通言わない。もうそんなになりますか。そういうことに疎いのは知ってたが、それほどとはな。知っていたんならわざわざ聞かないでくださいよ。これも仕事だからな。それで、探してはいるのか。ええ、まあ。嘘だな。間髪を入れずに断定するところが先生らしい。どうしてですか？君のことは多少なりとも分かってるつもりだ。じゃあ、聞かないでくださいよ。なんだ、図星か。そう言って先生は軽く微笑みながら髪をかき上げた。先生が時折見せるそんな仕草が僕は好きだった。音楽に関しては妥協を見せず、厳しい態度で生徒に接するが、決してそれだけではない。多くの生徒は厳しいだけの講師だと見ているようだけど、実際僕もこうして個人レッスンを受けるようになるまではそのことを知らずにいた。ええ、図星です。まあ、君の音に合わせられるものもあまりいないか。妥協も良くない。ええ、そんなところです。そんな風に軽く笑ってごまかしておく。先生は僕のことを過大評価しているような気もする。学院に数多くいる講師の中でも、特にコーデル先生は僕の実力を買ってくれていた。でもその資格は実のところあまりない。フォルテールは魔力を必要とする楽器であり、
その音色は奏者によってかなり左右される。ピアノやチェンバロのような鍵盤を押すと単一の音が出る楽器とは違う。もちろんタッチの強弱やペダルの使い方でも差が出るけど、フルテールの個人差はその比ではない。音の差そのものは管楽器に比較的近いとも言えなくもない。だが人の声というのが一番近そうだ。そして僕の奏でるその音を先生は高く評価してくれている。それは非常に感覚的なもので、演奏している本人には自覚できるものではない。自分が普通だと思っていることこそが違うと言われているようなものだ。クリス、聞いていなかったな。はい、素直でよろしい。ただ授業中に私の話を聞かないのは減点だ。すみません。まあいい、それは後にしてレッスンを始めるとしよう。はい。そう答え、カバンから楽譜を取り出して譜面台に載せる。先生が後ろからそれを覗き込んだ。曲はいつものでいいのか。はい、パートナー次第ですけど、今のところこれしか候補がありませんから。まあいい、とりあえず初めから通しで。それでは始め。音ゲーとかって全然ねやったことがないし、操作方法わかんないんだけど、どれを押すんです？三角どれ？待って、どれかわかんない。ちょっと待ってね、待って。どこ？あ、ここか。全然ダメだよ。
やったー。 PC 版などゲームできたけど、スイッチ版多分ねできるはず。スキップしちゃいます？あ、ちょっと待って、コンティニューしなくていいよ、コンティニューしなくていい、ちょっと待って待って、やめよう、いいいい、大丈夫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 、もたつくから、ちょっと待ってどうしたら戻れる、これやるしかないのか、逃げられないのか、逃げられない、あ、ごめんみんな、みんなごめんね、苦痛の時間がまだ続いちゃう、ありがとうございます。ゆっくりの上でお過ごしください。ちょっとみんな落ち着いて、はい、切り替えて朗読モードをね楽しんでいただけたらと思います。演奏を終え、指摘を受けるために後ろを振り返りたくないな、これはダメだな。それくらいは自分でも分かっているな。もうすごく分かってます。痛いぐらい分かってます。はい、ならいい。練習で失敗することは悪くない。これここがクリアできない、あの音ゲー部分がクリアできないとなると積んじゃいますけど大丈夫ですか？ここまで音ゲー、ここまであれだと思ってなかった。そう言ってから何を思ったのか先生は軽く微笑んだ。まあクリスの場合は目的意識が足りないからだ。パートナーも決まっていない状態で曲だけ練習しようとしているのが間違いだ。結局そこに行き着くわけですね。別に嫌がらせで言ってるわけじゃない。そもそもこんなことを言っている時期でもないんだからな。それも分かってますよ。ならその言葉を信じよう。ありがとうございます。
当てはあるんだろ。ええ、まあ。知り合いのトルティニタか。まあ、そんなとこです。あの子も今年卒業だろう。ちょうどいいんじゃないのか。その辺も含めて一応は考えていますから。そうか、まあいい。いざとなったら私の方で何とかする。何とかですか。声楽科の生徒に頼む。今年のレッスンが終わるまでにまだ決まってなかったらこちらで勝手に決めさせてもらう。それは君に決定権はない。満足に曲も弾けない状態でパートナー探しも辛いだろう。満足に曲弾けないのはクリスは悪くないんだな、私が悪いんだな。その言葉に少しムキになって言い返す。そんなことはありませんよ。そうか、ならクリスを信用しよう。自分で早く決めることだな。言わされたか。でもこんな風に微笑まれるとそれ以上は何も言い返せなくなる。さて、とにかく練習だな。今ここでたくさん失敗しておくといい。最初からもう一度。またあれを見せなきゃいけないのかと思ってヒヤッとしちゃった。コーデル先生が去った後も演奏後の軽い高揚を抑えるためにレッスン室に残っていた。そして繰り返された忠告を思い出し、これからのことを考えている。パートナーのことも全く考えていないわけじゃない。ただ興味が持てなかっただけだ。それほど時間的に余裕がないのもわかるけど、どうしても積極的に動くことができない。ピオーバ音楽学院、町の名前をそのまま付けられたこの音楽学院は世界でも有数の設備を誇り、数多くの著名な音楽家を輩出している。それなりの伝統もあり、入学も卒業も難しいと言われる。僕は資質を持つ者が少ないフォルテール科だったから随分緩く入れた。まあそのせいで今苦労しているとも言える。そしてやはりと言うべきか、この学院では卒業するためにもそれなりの課題が出されることになる。学院内にあるコンサートホールで行われる卒業発表がその課題だった。発表にはここの卒業生や国内で活躍する音楽家を集め審査が行われる。結界観によっては留年もあり得るが、ほとんどの生徒は自主退学を余儀なくされる。逆にその出来によっては一気に音楽家として成功を約束されることもある。そもそも卒業するための基準が高くもあった。それなのにコーデル先生は僕には卒業するだけの資格が十分にあるという。もっとも卒業するだけだと念を押されはしたけど、フォルテール科の発表には2つの決まりがあり、どれだけ技術があったとしてもその条件を満たさない限り合格はありえない。まず発表する曲がオリジナルであること。これは一応用意してあるから特に問題はなかった。次が問題で、曲の発表は歌との競争でなければならないということ。普通は声楽科の3年生とパートナーを組むことになる。彼らにとってもまたそれが卒業発表になるからだ。
ただし原則としては声楽科の生徒でなくても声楽科の生徒でなくても構わないことになっている。学院の生徒ではなく、たとえ一階の市民でもいいということだ。とはいえ、大勢の前で歌い慣れていない者と組んでも良い結果は得られないだろうから、学院以外の生徒と組んだ人の話は聞いたことがない。まあ全く候補がいないわけでもない。ただ少しだけ彼女と組むことを躊躇している部分がある。理由は自分でもよく分かっていない。彼女の歌を評価していないわけじゃないし、小さい頃からいつも一緒にいる幼なじみで今でも仲がいい。ではなぜと自問をしてみても答えはいつも出てこなかった。昼を告げるその音に意識を現実へと戻される。約束をしているわけではなかったけど、一応はパートナーの候補であるその幼馴染に会うために食堂へと向かった。朝とは違い、何人かの生徒が廊下に出て何かを話していた。その横をすり抜けるように歩き外へと出る。今出てきた右側にある第一校舎にはレッスン室や講義室、その他にも講師や職員のための設備が揃っている。そしてこれから向かう第二校舎にはレッスン室よりもさらに小さな個人練習室が数多くあり、食堂や図書室など直接授業には関係しない施設がある。その2つの建物の中に間に位置するよう、その2つの建物の中間に位置するコンサートホールを通り過ごし、雨を避けるように屋内へと急いだ。さすがに昼時だけあり、かなりの数の生徒がすでに食堂に集まっている。100人ぐらいが一度に食事できるほどの広さの半分くらいがすでに埋まっていた。中でもお気に入りの窓際の席にカバンを置く。適当にリゾットを注文し、受け取ってからその席に腰を下ろした。おはよう。スプーンで皿の中身をかき回していると、背後から慣れ親しんだ声がした。あ、おはよう。隣の席にトルタが座り、脇に置いてあったカバンを一つ横へずらした。あれ？ん？これ。ずらした時にでも飛び出したのか、さっきまで使っていた僕の額を手に取って、トルタが目の前でヒラヒラとさせる。その楽譜がどうかした？これって発表の時の曲？一応は。最後まである？一応は。あのね、すぐに一応っていう癖は。やめろって言うんでしょ？努力はしてるよ。一応はね。諦めたようにトルタは笑い、その話題を冗談で締めくくった。ねえ、見てもいい？どうぞ。その間に食事してるから。少し冷めたリゾットを口に流し込む作業を続けながら、横目でチラッと彼女のことを見ると、真剣に楽譜を眺め音を確認しているようだった。彼女が最後のページまで目を通したところで、ちょうど僕も食事を終える。
結構いい曲ね。ありがとう。一応やることはやってたんだね。何もしてないと思ってたの？でもパートナーまだ決まってないんでしょ？そっちはまだだね。いくらいい曲があっても。それはコーネル先生にもさっき言われた。そう？それは先生が正しいわね。でもなんだって今になって急に二人とも。今週でちょうど12月に入るからね。あと2ヶ月しかないんだよ。2ヶ月もとは言わないの？言わないよ。はあ、まあいいや。私もお弁当食べちゃおう。どうぞ。そう言ってトルタはお弁当を机の上に広げた。それで当てはあるの？なきにしもあらずってとこかな。ないんだ。いきなり断定しないでよ。そのくらいわかるよ。いや、本当にないわけじゃないんだって。サンドイッチを頬張りながら少し驚いた顔をしてトルタが言葉を返す。うん、口に物を入れて喋らない。もちろん私以外にってことだよ。うん。あれ？本当にそんな人いるの？心底驚いたような声だね。ちなみに誰？私の知ってる人？あ、いや、コーデル先生の言っていた声楽家の誰かってことだったんだけど、結局先生に頼る形で自分でも何もしていない。文句を言われるのを覚悟して説明する言葉を探していると、それよりも先にトルタは笑っていった。へえ、なんだ、やることやってたんだ。やることって何よ。どっちかな、こっちだと可愛い反応を見れるのかな。きちんと説明してあげよう。あのね、当てがあるとは言ったけど、実はまだ決まってないんだ。いざとなったらコーデル先生が適当に声楽家から連れてきてくれるんだってさ。え？あ、そうなんだ。そうなんだって何だと思ってたの？別に、あ、そう、別にクリスがあの噂を信じてそれで浮気でもしようとしてるなんて思ってなかったよ。かわいい。あのね、もちろん冗談だって。まあいいか。それ以上の追及を避け軽く流す。多分これ上の選択肢の方がきっと面白いものが見れたんだろうなってちょっと思いました。すやーしてください。物語もとかゲームの BGM とかも寝る前にね、良さそうな作品なので。なんでもない。まあいいや。クリスのそういうところっていいと思うよ。ちょっとだけいい加減なところ。なんだよそれ、全然いいところじゃないじゃないか。そうでもないよ。まあいいや。でもね。何？そういうちょっといい加減なところは直した方がいいと思うよ。何それ。わかんなくていいよ。それで何の話だっけ？噂かな。噂って何の？それをこっちが聞いてるんだよ。噂を信じて浮気がどうのって言ったのはトルタでしょ？
ああ、その噂ね。うん。で、何なの？よくある話だよ。確か卒業発表で一緒に演奏した男女は永遠に結ばれる、だったかな。どこの学校にも一つはありそうな類の話だね。そうね。なんだ、トルタもあんまり興味なさそうだね。うん、だって音楽性の合う人って基本的に人間的にも合う人だからね。それに練習のために長い時間一緒にいれば、それだけお互いに好意を持つのも普通のことだし。共通の目的を持って臨んでいるのもあるね。そうそう。分かりきったことのようにそううなずいて、それからトルタは少し微笑んだ。クリスもやっぱり興味ないんだ。僕は未だに相手を決めようともしてないくらいだからね。そのくせ自信ありげに語っちゃうんだ。語るって？恋する男女の心理をよ。半分以上は自分で言ったくせに。同調したクリスも同じ。似合わないよ。どっちがだよ。一応僕には彼女がいるんだけどね。姉さんは別。幼馴染の女の子とそのまま付き合っちゃっただけでしょ。付き合ったこともない人に言われたくないね。自分の知ってることが全てだと思ってる人に言われたくないわね。と、そこまで言い合って、それから二人で見交わして軽く笑った。癒される間に寝てくださり。トルタとアル、二人の幼馴染とごく近い距離で暮らしていた時の記憶を僕は未だに鮮明に思い出すことができる。同じ年に生まれた男の子と双子の女の子たちは、家が近いせいもあって自然に家族ぐるみの付き合いをするようになった。男の子にはフォルテールの才能がたまたまあって、双子の妹には歌の才能があった。しかし姉には特に何もなかった。だからそれぞれの両親はずっと妹の方が男の子にふさわしいと思っていた。でもいつしか男の子は双子の姉と付き合うようになり、子供たちの間でだけはそれが当然のこととして受け入れられていた。才能があった二人は夢を叶えるために音楽の町へ行き、残された一人は生まれ育った町で彼女なりの夢を追った。その恋人同士を結ぶのが週に一度の手紙であり、やりきれない距離を結ぶ唯一の手段だった。片方を海に、そしてもう片方を山に囲まれた町では、それが限界でもある。山をくり抜いた長いトンネルを抜けないと、そこからはどこへも行けない。一番近い町へさえ汽車に乗って半日以上の時間をかける必要があった。それが二人の間に空いた距離だった。また物思いにふけってる。あ、ごめん。うん、いいよ。とにかく、ん？早くパートナーを決めること、いい？わかった。あ、いや、わかってる。本当に？本当。コーデル先生にも言われてるしね。それよりさ、トルタの方はどうなの？私？相手はもう決まってるの？ううん。あのね、そこまで。
その続きは言わない方が自分のためだよ。どういうこと？声楽家はソロでも別に構わないの。まあ実力のあるフォルテール家の人と組んだ方が評価は良くなるから、それを前提に動いてる人も少なくはないけどね。でもトルタはソロでやるつもりなの？その方が楽だもん。あ、そっか。それに彼女が次に言う言葉が聞かなくても瞬間的に分かった。それが僕とトルタとの今の距離だった。どっかの誰かさんが本当にあぶれた時に一人くらい候補がいた方がいいでしょ。ありがとう。でもだからといって探さないのはダメだからね。分かってる。恋人よりもある意味では近い存在だからこそ、無理にでも距離を取らなくてはいけないのかもしれない。でもさ、無意識にトルタを避けていた理由に思い当たり、親密なその空気を遮るためにあえて軽い口調で付け加える。声楽家だけ選択の自由があるなんてちょっと不公平だと思わない？思わない。だってフォルテールを弾ける才能があるだけで学院の生徒の中でも特別扱いじゃない。こっちがそれを望んでるわけじゃないよ。それに特別かもしれないけど、努力したわけじゃない。たまたま生まれついただけのことだろう。そのたまたまがこの場合重要なのよ。希少価値のだけだよ。クリスの場合謙遜じゃなくて本当にそう思ってるのがすごいと思うよ。やっぱりそれって褒められてはいないかもね。どっち？好きな方にとれば？じゃあ褒められてないんだろうね。じゃあそうしとこっか。否定的にとるところがクリスらしいといえばらしいね。慣れすぎた馴れ合いにふと心地よさを感じた。それを戒めるために深いため息をつかなくてはならなかった。フォルテール家は声楽家と組まなくちゃいけないんだろう。人の声がフォルテールと一番合うからに決まってるでしょ。うん、なんかそれは聞いたことある気がする。気がするって授業で習ったじゃない。そうだっけ？1年生の時にね、フォルテールの歴史の講義でね。僕がその授業を受けていない可能性は？ないわよ。じゃあ聞くけど、あなたの学科は何ですか？フォルテール科。悪かったね。これだから才能だけでよう渡っていける人はいいわよね。あ、フォルテール科の生徒全員をバカにしたの？違う。筆記はいつも最悪なのに実技だけで評価されてるクリス君だけに言ったのよ。はいはい、いい？今度はちゃんと聞くのよ。フォルテールの音は良くも悪くも個人の資質に左右されるの。個性って言っても構わない。人それぞれに違う声が与えられているように、フォルテールも人によってその音色を変えるの。そして奏者のその時の心情や感情に左右されやすい特質も持ってる。楽器の中でも特に音に感情を込めることができるから、詩を伴うことによって同じくらいに感情を表現できる。歌との相性がいいの。わかった？わかった。トルタの話している内容については大体理解ができた。そう、よかった。でもさ、それはフォルテール家だけが声楽家と組まなくちゃいけない理由じゃないよね。声楽家はそれでもいいなんてやっぱり不公平じゃない？え？あ、
日か。わざわざ説明してくれたけど、見当外れな答えだったってこと。しかもバカにするようにね。そりゃバカにもするわよ。なんで？ちょっと考えればわかるはずなのに。フォルテール科の生徒の絶対数が少ないからに決まってるでしょ。声楽科はその倍もいるんだよ。確かに。お分かりになりましたか？はい。きちんと納得できたところで分かってるよね。分かってる。ちゃんと探すよ。よろしい。もしよかったら一緒に探してあげようか。知り合いなら私からも頼んであげられるし。僕と同じようにトルタも午前中にレッスンを終えている。いつもならここで一緒に食事をしてから別れるだけだった。頼んだらきっと多分トルタちゃんルートに来ますね、これはきっとね。そしてついついね、のめり込んでしまった。どっちにしよっかなと断ってみましょうか。今日はまだいいかな。そんなこと言って何もしないつもりなんでしょう。主張なこと言うのね。まあね、最近いろんな人に言われてるから。姉さんから言われたのがさすがに聞いた。そういうこと。あんまり余計なことは書かないでくれると嬉しいんだけど。これが余計なことだったら私だってわざわざ姉さんに手紙で知らせたりなんかしないよ。卒業がかかってるのよ。何か反論は？よろしい。で、今日はまだいいってことは？こんばんは、お越しいただきありがとうございます。お時間大丈夫であればゆっくりのんびりシンフォニックレインというゲーム一緒に楽しんでください。うん、そのうち頼むかもしれない。それならいつでもいいよ。お昼にでも誘ってくれれば。なかった。それじゃあ私はこれ食べたら行こっかな。こっそりしてるね。それなりの時間話していたせいか、食堂にいる人の数もだいぶ減っている。それに気づいたトルタは残ったサンドイッチを急いで口に放り込み、物を口に入れたまま喋った。今何分？かわいい。1時20分過ぎかな。ありがとう。じゃあまた明日ね。はいはい、行ってらっしゃい。昼休みが終わるのが1時半だからまだまだ間に合う時間だろう。月曜日のこの時間は昼休み終わり近くになると練習室が埋まってしまうことが少なくない。一日楽器に触れていないと3日分技術が後退するという、どこかの音楽教師が考えたような標語が意外と信じられているらしい。こんばんは、お越しいただきありがとうございます。ゆっくりお過ごしください。もちろん学院は土日も開放されているから、与えられた週に2日の休みを遊びに使う。与えられた週に2日の休みを遊びに費やす生徒はほとんどいない。それだけみんなが真面目に音楽に取り組んでいるということなんだろうけど、あいにく僕には縁のない話だった。そんなわけで授業のない土日はそれこそ朝から熱心な生徒たちが練習室を賑わす。
満室になることもざらじゃなかった。僕やトルタのように家で練習できるものはまだいい。さすがに思い切り歌いはしないけど、街の気風も相まってある程度は許されるところもある。そしてミュートの取り付けられる管楽器もなんとかなった。しかし一番生徒数の多いピアノ科を筆頭に弦楽器なのはその点融通が効かない。つまり土日の休みに家でも学院でも練習ができなかった生徒たちがこの時間になると練習室に群がることになる。さすがに僕と違ってトルタは休みの日も練習しているはずだった。それでも練習を重ねる彼女の努力にはいつでも感心させられる。ただし見習って自分を変えようという気持ちが起きないのは個人の資質の差だろうか。軽く息をついてもう一度周りを見渡した。できることは限られていたから選択肢もそれほど多いわけじゃない。練習室を見て回ったとしても声楽科に知り合いがいるわけではないから無駄だろう。行くとするなら学院の生徒が社交の場として自由に利用できるジェナーコロか。友人であるアーシノに相談するという手もありそうだ。もしくはあてもなく学院を歩くのでもいいかもしれない。さてどうしようかというところで多分選択肢が来ると、あ、来る、ここで移動できるんだね。ということで今日はじゃあちょっと夜もこんなお時間になってしまったのでここで一区切りにしたいなと思います。改めてすみません、ノベルゲームというちょっと性質上来ていただいた方にリアルタイムでちゃんとお名前呼んでこんばんはってそんなに言えなかったので、改めて来てくださった皆様ありがとうございます。トマネさん、シノミさん、改めてありがとうございます。トイちゃんこんばんは、スマルちゃんこんばんは、お越しいただきありがとうございました。ということでずっとですね、曲は知ってて曲は好きでやりたいなと思っていた作品なので今日ねやることができてとてもとても嬉しいです。ちょっともともと予定で ASMR をやりたいなとか抑えていたのにね、ちょっと勝手にゲームに切り替えてしまって申し訳ありません。改めてご挨拶ができてない方がいっぱいいらっしゃった。二次元依存症重症病患者、重症病患者様こんばんは、ベナムさんこんばんは、マグカップさんこんばんは、お越しいただきましてありがとうございました。また夜ぐらいが多分一番雰囲気が合ってるかなとか、雨の日とかにやるとかだと面白そうだなと勝手に思っています。ではこんな時間になってしまいましたが、一応本日日曜日は朝7時半スタートぐらいにしようかな。7時半ぐらいスタートで朝の回と今日の朝をナレーションの練習をねしたいなと思っているので、もし起きれる方はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。ということで、たたやん、そっか、あ、そっか、久しぶりっておっしゃってましたもんね。よかったです、そう言っていただけてよかったです。またね、ここから全然まだ序章中の序章だったので、またここからみんなに一緒に見ていただいて楽しいなと思っていただけたらと思います。今何時だ？みんなちゃんと、いつもね、ごめんなさい、先生にね、付き合わせちゃって申し訳ないです。お、センキュー、ありがとうございます。うわー、もう2時半やんけ、そんな時間なのに。
き起こして申し訳ない。ちょりっとちゃんとお休みをして、スケジュールだけねちょっと作って、仮眠をとってまた朝の会をできたらなと思っております。ということで、改めて本当にありがとうございました。また次回の第2回目もお楽しみに来ていただけたらと思います。